願いします。おはようございます、よろしくお願いします。じいさんボスに入れますよ。うちはもらった？まだもらってない。あ、そうっすか。ほんまに俺モデルの。え、あ、違う違う、びっくりした。家族系です。はい、ありがとうございます。お父さんも変わります。はい、Revitalization Project Council wants to welcome you with a few words.はい、ご紹介預かりました北木島活性化プロジェクト協議会の代表をしております藤井です。よろしくお願いします。はい、今回この AI ファッションショー第2回となりました。正直言って2回目を開催できるなんて思ってもなかったんですけれども、意外に好評がすごく良くてですね、本当に次をやってほしい、見たいっていうお声がすごく多かったっていうので、開催にが実現となりました。で、この度は観光庁の、補助金に採択をされまして、インバウンド の、 観光客の皆さんのための、何か、イベントができないかということで、ぜひこの AI ファッションショーはそのインバウンドに向けに対して非常に有効なイベントではないかと、会議が行われ、開催することになりました。これもですね、お隣にいらっしゃいますイプセの、駿河さんの社長が大変ご尽力いただいた賜物だと思っております。暑いでですね、短く挨拶に返させていただきます。本日は楽しんでください。 Thank you。Mr. Suruga representing the organizer of the AI fashion show. 皆さん、おはようございます。今日は昨年同様2回目の開催とさせていただきます。で、AI のファッションショーを担当させてもらう、クローバイプセ株式会社の駿河と申しますけれども、この素敵な今日は、北木島のこの景観とともに、インバウンド向けの、モデルさんたちが、海外のモデルさんたちを使っての、そしてこの景観とともに、衣装を皆さんで楽しんで見ていただければと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。 Thank you。 このショーの BGM にこれから流れます曲は日本遺産の石切り歌をポップ風にアレンジしたものです。この編曲をしていただいた方が本日参加、東京から参加してくださっています、飯田博さん。今回はこのショーのために自分で三味線も弾いてくださっていますので、お楽しみください。 Professor Ida has arranged a traditional Stone Nation song in a pop music for this show. This year he played 三味線 guitar in the arrangement。さあ、ショーの前に
チアリーディング、はい、はい、入ります。じゃあ龍谷高等学校チアリーダーの皆さん、どうぞ入りください。ありがとうございました。帝国高等学校のドラゴンズの皆さんでした。龍谷市民ハイスクールドラゴンズグラウンズ。はい、ここでダンス、もう一つダンスが入ります。これはイプセのルリさん、もともとダンスのインストラクターなんですが、この賞をお祝いして、
Thank you. ふみさんでした。Ladies, Gaga!
藤井幸男さんが持っているもの、あれは竜の杖です。よく見てください、頭に竜が彫られています。いかがでしたか？何回しても上がります。結構やっぱ緊張するものですか？そうですよ。でも初回よりは、はい、結構もう慣れました。あ、本当ですかね。まあ、だけど来年も、はい、来年も頑張ります。はい、テーマが、はい、去年はあの日本人向けですけど、今年はインバウンド向け。もう各省庁インバウンド、インバウンド、インバウンド、インバウンド。去年の国内向けの AI ファッションショーをインバウンド向けにブラッシュアップするという名目で、ありがたくスポンサーになっていただきまして、この、 あのメンツを集めることができました。はい、お疲れ様ですね。すごいダイナミックで、はい、見ててすごい楽しかったです。良かったです。あの島はね、あの、はい、コロナで誰も来なくなったり、あ、はい、あの大変な危機を迎えておりましたので、これで元気づけられたらいいなと思っています。1回目と比べて2回目の進化というか、なんか違いってどういう感じなんですか？そうですね、はい、AI ファッションショーに関しては、はい、まあ元々はあの島民の方のなんかフルモデルチェンジみたいな、はい、はい、のを目指してたんですけど、はい、今回はあの外国人のインバウンド向けのイベントっていう形で留学生に来てもらって、で、今度インバウンドのお客さんが来られた時に、島に来た時になんか AI 診断してもらって、なんか浴衣で日本の文化の浴衣を着替えてなんか写真を撮ってもらうとか、まあ、その時に音楽イベントがあってもいいと思うんですけど、なんかそういうのができればなというきっかけを、はい、できてよかったです。島の方もすごい喜ばれてるような感じがあって、なんか楽しみなイベントの一つになってきてる感じなんですかね。もう今島民、北木島の島民が560人しかいなくて、で、まあ、高齢化してる中で、あのこういった若いね、なんか若いあのエネルギーが島に来ることによって、はい、みんな元気にはしゃぐんですよね。そうですね。っていうのはなんか
すごくなんか日々のなんかまったりした感じもいいんですけど、はい、中にはちょっとカンフル剤として、はい、ああいうエネルギーがあると、はい、なんかあの活性化してもらえるんじゃないかなと思って、はい、あのやってよかったなと思います。まあ、AI ファッションショー含めこう北木島こうこうしていこうみたいなもし思いとかお考えがあれば、一番は島に人が増えたら一番いいんですけど、はい、なかなか難しいんです、はい、で、やっぱりなんか北木島に魅力を持ってもらったり、はい、なんかそういう関係人口ですよね、まあ、イベントに来てもらうとか、なんかちょっと仕事で日帰りで来るとか、なんかそういった関わり合いができていけば一番いいのかなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、ちょっといろいろとバタバタだったと思うんですけど、すごい僕らも楽しませていただきました。あ、そうですか、もう本当助かりました、はい、ありがとうございましたこれからちょっと発信していきますので、はい、これからもよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。はい、いきますね、せーので言いますね、いきます、せーの、ロックンロール。